船乗りクプクプの冒険は、北森尾の最初の児童向け小説。中学生の友に1961年4月から1962年3月まで連載された後、1962年7月、集英社より刊行された。主人公の男児が小説の中の世界に入り込んでしまい、主人公であるクプクプとなって、船に乗り、 仲間たちと、奇想天外で様々な冒険を繰り広げる。クプクプは、プクプクの文字理であるとともに、東南アジアの言葉で蝶を意味する。北森尾は、繊維として乗り込んだ、水産庁調査船、昭陽丸の航海の際に、シンガポールの博物館でこのことを知ったという。北の繊維としての体験をもとにしたと思われる描写が、随所に見られる。いやいやながら、 宿題をしていた勉強嫌いの主人公、太郎くんが太手に取ったきた森尾作の小説、船乗りクプクプという本は作者がとんでもない怠け者だったため、本文、前書き、後書きを含めて4ページしか書かれていないインチキ本だった。ところが太郎はいきなりこの本の中に吸い込まれてしまい、気がつくとアラブの原住民の子供のような主人公のクプクプになっていた。 わけがわからないまま、大男で一見怖そうだが気は優しくて、力持ちのヌボウに出会って小さなほぶんの給仕として、乗船し、旅に出る。意地悪だが本当は、気の小さい船員のなんじゃともんじゃ、パイプ好きで、気難しい老船長など、個性豊かな仲間たち。意地悪をされて落ち込むクプクプに、ヌボウはさりげなく、助け船を出し、人生を解いたりする。そうして、旅を続け、 太郎は、クプクプとしての生き方にも慣れてきた。ところがある島に上陸した時、現地人が書きかけの原稿用紙を持っているのを見つける。それは船乗りクプクプのもので、北森推しの書き残しだった。北森推しが冒頭部分しか書かなかったため本が売れず大損をした。出版社の編集者が北森推しをひどい目に合わせてやろうと追いかけてくるので、彼は、 自分の小説の世界にまで逃げ込んでいたのである。太郎が元の世界に戻るには原作者を探し出して物語の続きを書いてもらえばいいのだ。この広い世界でそんなことができるだろうかと不安になりながらもクプクプーは新たな船旅に出る。また別の島に上陸したクプクプたちは凶暴な原住民に襲われて仲間たちは捕らえられたが、 クプクプとなんじゃと、もんじゃがかろうじて助かって、うまい具合に来た、森吉に出会うことができた。来た、森吉は、からいばりして、文化の低い原住民など手品を見せて、脅かしてやるというが、逆に原住民の記述師のすごい技で手玉に取られ、全員捕まってしまった。原住民は、文化が低いどころ火災高度の文明を築いていたのだ。このままでは食べられてしまう。クプクプたちは、 何とか逃げ出そうとするが、ことごとく失敗、ついに最後かと観念したとき、原住民らは皆を解放し、自分たちが大自然と平和を愛する、友好的な種族であることを明らかにする。凶暴そうに見えたのは、裸の原住民と見れば、程度の低い人間だと勝手に思い込む、差別的な人々を懲らしめるための芝居だった。親切な原住民に囲まれて、 いささかの安堵感を取り戻したクプクプは、元の太郎に戻るため来た森吉に、原稿の続きを書いてくれるよう頼む。やっと思い腰を上げて来た森吉が書き出した途端、彼を追いかけてきた鬼より怖い編集者が現れる。来た森吉はモーターボートに乗って逃げ出してしまった。せっかくの機会を逃したクプクプだが、すっかり海の冒険に慣れ親しみ、来た森吉を追いかける。 新たな船の旅に希望を膨らませて進む。北森尾は辻国夫との対談において本作の執筆と同時期に東映動画制作のアニメ映画アラビアンナイトシンドバットの冒険の脚本を手塚治虫と共同で担当していたことに触れ僕が色々アイデアを持っていくと東映の偉い人が口等無形だとか言ってみんな潰しちゃうんだ。で、ちょっと腹を立てた。 それでその時の童話に自分流のシンドバとママの冒険を書いたわけですと語っている。北森雄自身は本作についてほとんど書き殴りとしており、その書き殴りがこの童話を良くも悪くもしたようだとしている。手塚治虫は作中に登場する人国い原住民が実はそうではなく平和を望む原住民であったというどんでん返しについてヒューマニズムだとして、 批評でなじったという。全体としては、ユーモア小説の形をとり、読者を笑わせながら、さりげなく文明批判や、人間のあるべき姿なども挿入されており、児童文学の名作として評価が高い作品である。作者を投影したダメ作家を登場させるだけでなく、本の中の世界と外の世界を結ぶ、キーパーソン的役割を負わせる、メタフィクション的な趣向も今なお先端的である。 松岡洋子主演でミュージカル化された。また劇団廃墟でもミュージカル化されている。1969年に NHK 教育テレビジョンで人形劇船乗りクプクプの冒険として放映された。また作家井上久志は角川文庫版船乗りクプクプの冒険の解説の中で NHK の連続人形劇ひょっこりひょうたん島の初期のエピソードのいくつかは この作品が原案になったと述べている。斉藤国夫、年譜、著書目録、著作年表、北森夫全集15人間と、万望万望スクラップ新潮社、1977年11月25日、370ページ。ドクトル万望公開記の題材となった。AB 北森尾、船乗りクぷくぷの冒険、奇病連盟、見知らぬ国へ新潮社、 2012年10月20日、182から185ページ。辻国を、北森を、星の王子様と、僕たち、完全版、若き人文学と、中央公論審社中高文庫、2019年7月25日、295ページ。<タッ> ISBN 978から4から12から20万6752から、3、北森を、 手塚さんの偉大さ、手塚治虫さん、見知らぬ国へ新調舎、2012年10月20日、110ページ、番組表検索結果、NHK クロニクル、2019年9月11日閲覧、ありがとうございます。